えー、オブザバブルのプロットというライブラリを使っていろいろデータのチャートを作ってみたいと思います新規ノートブックを作りますはい空っぽのノートブックを作りますねタイトルはオリンピックとしておきます オブザバブルにはいくつかデータが内蔵されています。前回使ったカーズとかペンギンズとかありますけども今日はオリンピックのオリンピアンズというデータセットを使ってみます。このデータは東京の前の ブラジルのリオで行われたオリンピックの出場選手のデータが入っています。ここを見てみると分かるとおり、1万1538人の選手データが入っています。ちょっと見づらいので、表で見てみますね。ここでテーブルとタイプして、 JavaScript テーブルを選択します。テーブルの引数、inputs.table の引数をオリンピアンズにしますね。はい、そうすると、表で見ることができますので、どんな列があって、まあ、どんな内容が入っているかがわかるかと思います、えー。ID、それから名前。 ナナショナリティ、国籍、えー、セックス性別デート・オブ・バース生年月日ハイトとウェイトは身長と体重ですねメートルとキログラムだと思いますスポーツこれは競技種目ですねゴールドシルバーブロンズがメダルの獲得数インフォというのが、まあ、時々選手の情報が入っているところが あるようですそれからまあ見ていくと分かるんですけど時々欠損値というか値が入ってないものもありますので、まあ、それは考慮に入れておいた方がいいですね身長や体重が入っていない選手の情報もあるというところに気をつけておいてくださいそれではまあ簡単に何か作ってみたいと思いますけども 最初にヒストグラムを作ってみたいと思います。セルの追加ボタンを押して、ヒストグラムチャートですね。これを選択します。そのままで大丈夫ですね。もうオリンピアンズというデータが指定されていて、プロット・ドット・ビ X と書いてあります。これがまあ X 方向にヒストグラムを表示する。 ためにまああの段階ごとに分割しているんですね。えー、y 方向はカウント選手の数を積み上げていきます。x 方向はウェイト体重別に階級を区切るということです。その下のプロットドットルール y で引数が配列1つで0と書いてあるのは Y 軸0のところに水平線を引くということになります。これを実行してみます。はい、そうすると横軸が体重、縦軸がフリークエンシー、つまり頻度ですね、どのあたりの体重の選手が多いのかがこれである程度わかるということになります。ただ、 えと体重っていうのはまあ性別によって大きく変わるのでここではえ性別で色を塗り分けてみたいと思います、まあ、先ほどのプロットドットビン X の2つ目の引数ですね X ウェイトってなっているところにもう1つプロパティを追加しますフィルとします塗りの色ですね塗りの色は えー、セックスっていう列を参照してくださいというふうにしますはいこれで色が変わりましたね青いバーとオレンジ色のバーができました青いバーが、えー、この辺りですね6 0キロあたりでオレンジのバーはもう少し上の方に、えー、ボリュームゾーンがあるように見えますつまり青が女性 オレンジが男性だとということです、まあ。ちょっと分かりにくいかもしれませんね、この色使いは。少し変えてみたいと思います。えー、プロットの、まあ、マークスの上でも下でもいいですけど、新しくカラーというキーを追加します。えー、レジェンドというのをまず入れてみますね。レジェンドトゥルーとやると、 色の判例が表示されます。はい。メールが男性がオレンジ、女性が青ということがこれで分かります。ちょっと色使いを変えてみますね。色使いを変えるには、カラーのレンジ、レンジというのは出力の配列になります。ここで、まあ、今回は2つの値しかマッピングしていませんので、 二つの色をここで配列で指定してあげると、それぞれの色を塗り替えることができます。えー、女性が最初の要素なので、女性の要素を、ここではオレンジにしましょうか。男性はグリーンとして読みます。はい、これで色が変わりましたね。このようにするとだいぶ、 かかりやすすくななったかなといいう,うに思います次に、えー、ちょっとこれだと男性の方がこう下の部分が、まあ、女性の上に積み上がっているので形が読み取りにくいのでちょっと変えてみたいと思います。ここれをこのまま えー、コピーして新しいセルを作ります。ここまでは同じですね。男性と女性で別々に、えー、チャートを用意すると比較しやすいと思います。こういう場合はファセット機能を使います。ファセットというのは複数の チャートを並べて表示すする機能ですここではデータはオリンピアンズ x 方向か y 方向に並べたいんですけど今回は比較しやすいように縦に並べてみたいと思います。y を指定してデータの列は sex とします。 こうすると先ほどのものよりもだいぶ見やすくなったかなと思います、まあ、女性の方のピークがこの辺り6 0ロあたり男性のピークはこの辺り8 0ロあたりということでまあ、きれいに分布がずれているということがわかります、えー、もう一工夫してみたいと思います、えー 男性、女性すべて含めたこのヒストグラムをちょっと背景にグレーで入れてみたいなと思います。これをするにはですね、このマークスの配列の一番上、まあ、つまり背面に表示させたいので一番上に書いておきます。まあ、ここまでは同じですね。レクトバインあ。これコピーしましょうかね。 コピーした方がいいですねはい、コピーしました。で、このままだと、単純に同じヒストグラムが重なっているだけなので、見た目は変わりません、えー。全体を表示させたいので、ここのオリンピアンズ、ここですね、もうファセットになってるんで、セックス別に集計されてるんですけれども、 もともとのオリンピアンズのデータをここに載せたいと思います。そのためにはこれをコピーするんですけど、まあ、コピーの方法として、まあ、単純にスライス引数なしってやると配列をコピーできますので、これを使います、えー。フィル、ここをちょっと明るいグレーに変えてみたいと思います。 ハッシュタグの DDD にしましょうかはいこうするとこのような形ですね、まあ、全体の形はこのグレーでどちらも同じ形になっていて、えー、女性はこの辺り男性はこの辺りにいるということがわかります次にそうですね まあ、スポーツごとにこれを切り替えるということをやってみようかなと思います。種目,種目ごとですね。種目を取り出すためには、えー、スポーツ、まあ、種目で束ねたデータセットを作ります。 今までこう個人ごとの、まあ、1万人のデータがそのまま並んでたんですけど種目でグループ分けしてあげるといいですね。グループ分けするには D3. グループというのを使います。元のデータを指定しますオリンピアンズ。それからどのキーでグループ分けするかというのをここで関数で指定します。 えー、アロー関数を使います。d ア o ーの d. ドットスポットとやります。こうするとマップというオブジェクトができます、えー。このマップというオブジェクトはこのキーとそれからバリューにいろんなもタイプのものを置ける非常に便利なデータ構造になっています。もしこのマップ グループじゃなくて配列が良いということであればグループ S とつけてくださいグループスとやると配列にすることもできますここではグループにしておきますねマップにしておきますこうするとはいアスレティックス陸上競技ですかねアスレティックスに2363人フェンシングに246人 テコンドーで128人などといった、まあ、各選手の情報がグループ分けされています。それではこれで、えー、スポーツごとの選手を振り分けてみたいと思います。どういうことかといいますとここに書きましょうかね。 セレクトという、えー、インプット要素を指定します。ここで、スポーツとしましょうか。セレクト内容を先ほど作ったスポーツというふうにします。ラベルは、スポーツ。こうすると、 選択すすることができますね先ほどのマップオブジェクトのキーが選べるようになります。で、View of s p o r t としたんですけども、これは何かというと、確認してみますけども、はい、アスレティックスと選ぶと、アスレティックの選手の名前、あの選手の情報が出ますし、まあ、柔道ってやると柔道選手。 のデータを取り出すことができますこのスポートというデータを使ってここを書き換えてみましょうか先ほどオリンピアンズって使ってたんですけどもここをスポートと書き換えますはいこうすると、えー、柔道選手だけの 体重のヒストグラムを出すことができました。このように、まあ、種目ごとの選手の体重の分布を見ることができます。あ、このボクシングは入ってないんですね。はい。ただ、ちょっと気をつけてほしいのは、えー、例えばここでは、体重の最大値が100キロ。 になっていますねホッケーの場合はただレスリングに変えると1 4 0キロになっています。これは、まあ、与えられたデータの範囲で自動的に x 軸の範囲を調節してくれているので種目によってこのように軸が変化するということになります。もちろん縦軸も変化しています。まあ、これを固定することもできますので。 ちょっとやってみますね。えー、x 軸の値を固定してみましょう。x 並括弧。この中に、えー、ドメイン。これは入力範囲の指定になります。ドメインを、ん、例えば、まあ、0から200。 しますとまあ、どの種目を選択しても必ず0から200ということになりますのでこうするとちょっと比較しやすすいですよねこの種目だと、まあ、どの辺りに山があるかまあ似てるのかな柔道だとちょっと重い選手もいる。 そういったことが分かったりします。はい、その他にどんなあとはそうですね、まあ、ちょっとここをずらずらっと見てこれ使ってみましょうか。ボックスプロット箱ひげ図というのを使ってみたいと思います。 えー、オリンピアンズ、えー、X がウェイト、Y がスポーツ。あ、これこのままで大丈夫ですね。ちょっとやってみますね。はい。えー、横軸が体重です。それで、えー、体重の範囲が種目ごとに出ています。この太い 縦線が平均値になりますね、えー。今これ軽い順に並んでいますね。種目がちょっと左が切れているので、ここをちょっと調整したいと思います。この軸より外側のこの目盛りですね。ここを描いているところはマージンと呼ばれる部分なので、マージンのサイズを調整します。 マークスの上にマージンレフトここを例えば100ピクセルとやってみますはいそうするときれいに種目名が見えるようになりました、まあ、一番体重が軽い種目がジムナスティックス体操競技ですねで一番重いのが こ,こでですすかかね、ね。バスケットボールですか、ね、でその他、例えば、うん、陸上とかウェイトリフティング柔道あたりはこの右側に外れ値というかかなり、まあ、体重の大きい選手も混ざっているということがわかるかと思います。 はいまあ、このような感じでいろいろとデータを見て変えることができます。もうちょっとやってみましょうかね。今度は各競技の男女比を見てみたいと思います。これはちょっと位置から変えてみますね。 プロット、えー、マークスここは配列ですねでですねファセット競技ごとに並べたいので、えー、で オリンピアンズ Y 方向スポットでやります。また、えっ、ー、と、同じく左端が切れてしまうと思うので、ここにマージンレフトを入れておきますね。はい、それで、はい、このような感じで。 で、えー、ここからちょっといくつか設定をしていきます、まあ、先ほどと同じカラーにしておきますレジェンドトゥルーとしてレンジをオレンジとグリーン x 方向はパーーセンテージの表示にしますでちょっとここは複雑なんですけどファセットの Y のドメインをソートします。男女比でソートしたいので。 ディスリグループソートというのを使います。ここはちょっと面倒なところなのですけど、まあ一回スポーツで分類して、その後性別で並び替えをするということになります。で性別は 文字列でメールかフィメールかで入っているので、まあ、もしメールだったら1、フィメールだったら0ということにして、まあ、それの平均値ですね、d3.mean 平均値で相当しましょうということです。まあ、そもそもの分類はスポットで分類して、ということでこれでいいかな。 えっとちょっと間違ってますね。どこかなグループソート。あ、ここ。こ,こで。ここでカッコが終わっちゃってますね。こうかな。はい。えー、ちょっとここだけ複雑な。 まあ相当ですね。縦に男女比別に並べるってことをやっていますま。これなくてもえ表示はできます。次、マークスの間ですね。ここに、プロット、バー、X。X 方向のバーで、データはオリンピアンズ。プロット、グループ、Z。 といいうのを使いますここではで x プロポーションファセット2つ目の引数はフィルのセックスとしてみますねはいこうすると、まあ、男性が多い 種目かから順に並んでいることがわかります一番多いのがボクシングですね。一番少ないのがジムナスティックス、体操競技ということになります。えっと、一番下にメモリがついてますけど、ちょっと読みづらいので、ここに縦に貫く線を引いてみたいと思います。線を引くには、 フロットル、えー、ルール今回は縦線引きたいので、まあ、X 軸のメモリに沿って縦線を引くので、ルール X です。この子に配列を指定します。例えば、0って入れますね、えー。これでやってみましょう。はい、こうすると0のところに、 黒い線が引かれました。どちらが多いかはっきり分からせるためには0ではなくて、まあ、0.5とかに引くといいかもしれませんねちょうど50%のところここに黒い線が引かれましたちょっと黒い線だと見づらいので色を変えたいと思います2つ目の引数でストロークホワイトとします ここでちょうど真ん中に線が引かれました、えー、同じくここは0.5って配列1つだけの値を指定しましたけども、まあ、例えば 25%0.25 25とか0.75とか入れておけばこれで3本縦線が引けますねはい種目ごとの男女比のグラフを作ることができました このような感じで1つデータがあった時にいろんな分析がプロットを使うと割と短時間に簡単にできますのでいろいろと試してみてください。以上です。